今年の目標は何かしら。どうしたの心、急にそんなこと言い出して。少し前に1年の計は元旦にありって言葉を聞いたの。元旦にその1年の目標を決めるのよ。それを聞いてとっても素敵だって思って、それでみんなの目標も知りたくなったの。なるほど、そういうこと。でもいきなり目標って言われても。はぐみはね、みんなで楽しいことがしたいな。去年も楽しかったけど、もっともっと。私の目標は、そうだね、よりたくさんの子猫ちゃんを喜ばせたいかな。まあ、二人とも、とっても素敵な目標だと思うわ。私は、もっといろんなことに挑戦して、いろんなことを頑張りたいな。去年はみんなのおかげで、いろいろなことに挑戦できたから。かのちゃん先輩ならできるよ。ああ、私も保証するよ。カノンなら必ず成し遂げられるとね。ありがとう。ココロちゃんの目標は決まってるの？ええ、私の目標はもう決まってるわ。世界中の人たちをもっともっと笑顔にするの。そのためにも早速行動しましょう。正月ハロハピ会議の開始よ。心たちは正月から全力だね。私の目標は全力のみんなに置いてかれないように頑張るかな。